はようございます、ひろママです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、歯医者さん行ってきました。歯医者さん、月に、2ヶ月2回ぐらいかな、クリーニングに行っております。まあ歯はね大切やからね、ほんと。それからね、もうすぐね、実はね、私の中でね、まあ思い切ったことしようかなと思ってるんですね。でそのために体力作りをしようと思って、今日はね、あっちゃんがね、六甲山のところでキャンプする言うから、私はまあ日帰りなんです。私はもう泊まるのは嫌やから、というのが来週ね、奈良のね、どうやったっけ、奈良のどこや、忘れてもった、また書いておきます。そこのところにね、キャンプ行くんですよ。真冬のキャンプ行って、今度真夏のキャンプ、アホかっちゅうぐらいね、気候のいい時に1個も行かんとね、真夏のキャンプ奈良の方にね、来週ぐらいに行こうと思ってます。それのちょっと体力作りと思って、ケーブルとロープウェイを使って今からね、向かおうと思います。はい、体力作り、運動ね、熱中症にならんように、おいで、遭難せんように、まあ、遭難するようなとことちゃうと思うんですけど、今から行っていきたいと思います。まあ、投稿ね、どんどんしていこうと思いますので、最後までご視聴くださったら嬉しく思います。はい、着きました。実はこっからね、動画だけなんですよ。もうなんでかって言ったら、もう坂がすっごくきつくって、いやー、このね、坂、駐車場に停めるんですけど、ここ来るまでがかなりしんどいです。ほんでね、これ往復1560円になります。だから来てんね。ああ、そうなんや、赤いシートピアね。ね、赤いシートピアみんな好き。中にね、カキも書いてあるから。あ、そう、へえ、なんか言われあるんですか。また後で説明。はいはい、またお願いします。よいしょ。ああ、誰もいない。誰もいない。誰もいない。おおおおお。はい、なってます、なってます。赤いスイートピーです。私らの時代ね、これね。あのね、さっきのそこ見てくれてるけどね、あの人、私とね、ちょっと若いね、やっぱりね。綺麗もね、あの人とね、なんか知らんけど、話しかけてもらって、そっからね、お話ししましてね、結構長いこと喋っとってね、もうよう喋んね、ほんま、二人ともね。はい、このように、だんだん進んでいってます。
だいたいね、乗車時間5分ぐらいです。5分ぐらいらしいです。私初めて飲んでんけどね。すごいね、昔はね、このマヤさんっていうのもね、活気あったらしいんですよね。でもね、もうやっぱりこんだけ不景気になって、もうだいぶ昔ぐらいからかな、分からへん。私もね、ここはあんまり来てないから偉そうなこと言われへんねんけどね。でもね、すごいいいとこですよ、ほんと。なんや知らんけど、キュー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 うるさいな、なんでこんななってんねんや。これね、トンネル通りました。なんとはね、今度はもう昔めっちゃ苦手やったんですよ。でもだいぶね、やっぱり年とともに何でもようになってくるんか分からへんね。はい、これをねずっと通り越していきます。これどこまで続くんや、あんまり気持ちないもん。違うね、これはね。はい、そしてここからね、もうすぐか、出口はもうすぐか。だん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 小さくなってきた、ほら。やっと出た、やっと出た。これね、結構すごい勾配なんですよ。もうね、怖いぐらい。これもしさ、なんか切れたらシューッと行ってまうんちゃうんと思ってしまいます。まあ、でもね、いいとこやんでね、今ね、私貸し切りやからね、マイク使ってね、一人で喋って、運転手さん上でね、運転してはるからね、私の顔も声も多分聞こえないと思うんです。まあ興味もないやろしね。見てください、見てください、すごいね、これすごい傾斜ですよ、これ。これでもね、一人でこうやっておるからね、まさかの貸し切りになったからね、これラッキーやったと思います。ほんとね、来てよかった。天気もね、今日雨降るんかな、朝雨降っとったから。でもやっぱりね、天気にも恵まれてね、ちょっと暑いけどね、はい、もう今ちょっと元気になったけども、ほんま疲れとって、坂道で、神戸は坂道すごいからね、ほんと。はい、こうやってだん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 遠くに行ってったら、神戸の街が綺麗に見える、見える、ほら見えますかね皆さん。とこやね、私神戸生まれの神戸育ち言いながらね、ここ来たん初めてなんです。マヤさんよりやっぱり六甲さんはよ行きましたけどね。お茶危ないで、お茶危ない危ない。はい、だいぶね、ゴールにね近づいてきよう思います。ほら見えますか、海が見えてきました、神戸の街ね。とこやね、やっぱり神戸ね。でも今回ね、兵庫県知事がね、なんかいまいちなことしてくれてね、恥ずかしいね、もうほんとね。どないなんやろね、兵庫県知事ね、ほんと情けない話です、ほんとね。まあね、上の人っていうのはね、あ、もうここに来てから、そんなね、ブクジラのとこ、せっかくええとこ来とうのにね、気分が悪いから、はい、プラスの方に頭を向けて。すごい、これね、夜景が有名やからね、今日夕方ぐらい、うん、せやな、ちょっと夕方以降ぐらいに帰ろうかなと思ってるんです。あんまり遅かったら怖いしね。はい、そしたら続いてまた見てください。展望台、展望台着きました。あ、でも景色そんな見えんか。誰もいい、誰もいい、あ、でもいいとこ。すごい、今からロープウェイに乗る前に、わあ、すごい、すごい景色がいい。あ、神戸が一番に見える。わあ、いいとこやね。
暑い。足でびちょびちょです。今ケーブルに乗って一応ね、この山頂の方に来たんですけど、山頂じゃないんか。こっからね、次ロープウェイにね、乗り換えます。私ケーブル貸し切りやった。んでね、すごいいい人の出会いがあってね、神戸市のね、なんかやられてる方でね、その人と話しようってね、なんかインスタ交換してね、今度ランチ行こうかいう話になりました。暑い、ほんと暑い、今日はね。でもやっぱりこのね、上に来たら多少はね、体感違いますね。下は暑かったけどね。では今からね、ちょっとロープウェイの方に向かいたいと思います。はい、ロープウェイ。僕はロープウェイになります。
うわすげえ、カーノンできるカフェレストラン、開いてんのかな、入れんねや、ここはトイレシャワー、冒険の里やって、冒険の里、すごいわ。ちょっと足が硬いんだけど、もう疲れてもた。よいしょ。ここは何？ここでご飯食べんねえな、みんな多分。ケーブル下に到着します。私63年間神戸生まれの神戸育ち、神戸っ子なんて言ってて、結局
ね、ここには一度も来たことがなかったんですね。でも本当歴史のあるね、いいところでした。まあ今夏休みなんでね、ぜひ子供さんと来られるのもね、いいと思いました。まあね、海外の人も結構来てて、3分の1ぐらいね外国の人やったり感じがします。あとね、夕方からねみんな上がってきてるんですね。確かね、このケーブルとロープウェイもね8時台ぐらいまで動いてると思いますのでね、ちょっと時間表を見てこのケーブルで来られるのもいいと思いますが、ここね駐車場がないんです。あってもねかなり坂の下なんでね、まあバスで来るか、まあ神戸はね坂が多いからね、バス利用が一番いいような気がします。バスで来られてこのケーブルとロープウェイ、子供さんはね絶対喜ぶと思いますのでね、ぜひ来てほしいと思いました。超おすすめの場所になります。